くまモンラボ。あ、所長、そんなに急いでどこ行くんですか？おいしいパンたくさんもらったのに。ジャムとクリーム、チョコレート、どれにします？所長、ずるい。あ、そうか、今日は熊本週間ドリームフェストだ。というわけで、今日の発見くまモンラボは、熊本自習館構想の一環として県民に私立学校の元気な姿をアピールする熊本自習館ドリームフェスタについて調査検証します。熊本自習館構想とは、多くの優秀な人材を輩出したかつての藩校自習館に習い、熊本の私立学校の生徒たちが学校の垣根を越えて共に集い学び合いながら夢の実現を目指す場を提供するものです。熊本自習館構想では具体的にどのようなことに取り組んでらっしゃるんですか？はい、自習館構想の中で海外チャレンジ区というのを作って、そして留学したり海外に行きたい人たちのための、講座ですかね、それを提供しています。それから不登校とか、あるいはいじめの問題に対応するためにスクールソーシャルワーカーを派遣したりもしています。今回のドリームフェスタを開催した理由は何でですか？より多くの学生が一箇所に集まって、で小原健吾さんの話を聞いたり、また私の逆境の中にこそ夢があるという話を聞いたりして、夢を持ってね、これからの人生に立ち向かっていただきたいと思って。今回は特別授業ということで小原健吾さんを招かれましたけど、小原健吾さんは私立高校の出身からもうすでにですね、夢に向かってもう邁進されてて、そういうふうな夢を獲得した人に会ってほしいと思って呼んだんです。ステージではどんなことを発表したんですか？開校55周年を迎える文徳高校に集う生徒たちの夢に向かう姿とあふれるエネルギーをまとめた VTR を作成し上映しました。将来の夢について教えてください。はい、将来の夢は放送部の活動を生かしてテレビ、ラジオなどの放送関係の仕事に就きたいと思っています。蒲島知事と小原健吾さんのお話聞いていかがでした？はい、実体験に基づくお話を聞くことができてとてもためになりました。自分も将来夢に向かって逆境にもめげずに頑張りたいと思います。将来の夢について教えてください。はい、自分は調理関係の仕事に就職をして、修行してから自分で温かくて趣のあるカフェを開きたいです。では知事から中高生にメッセージをお願いします。はい、私も中高生の時に3つの夢がありました。1つは政治家になること、2番目は牧場主になること、3番目は小説家になることだったんです。だから夢を持つことはとても大事ですので、ぜひ皆さんも中高生の時に大きな夢を持って人生に立ち向かってください。はい、現在によみがえった自習館に集う若者たちが夢に向かって励まし合い、互いに切磋琢磨することにより、将来の社会を支える立派な人材に育つであろうと確信しました。なお、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。抽選で番組特製図書カードが当たりますので、ご覧の要領でご応募ください。過去放送分も番組のホームページから。それではまた来週。次回の発見くまモンラボは、県政最大の目標、県民総幸福量の最大化をテーマに、蒲島知事と県民が対話する熊本花トークについて調査検証します。熊本県の提供でお送りしました。